はい、えー、こちらなんですけどね、またあの、トークだけのね、トーク動画になっちゃうんですけど、あの頃のね、話をもう一度聞かせてのコーナーなんですけど、僕がね、えー、っと、他の動画でも言ってるんですけど、あの、飲み屋さんに行ったらね、あの、外人の方とお友達になって、でね、あの、日本の話とか、あの、外国の話とかいろいろするんですけどね、で、テレビ番組の話もするんですよ。でね、意外や意外にね、 結構全員じゃないんですけど、あの、世界のね、ウルルン滞在期好きな外人の方いるんですよ。で、それでね、あの、昔ですよ。 一回か二回ぐらいだったんかなあの、世界ウルルン滞在期僕好きやからね、今はちょっと忙しくていろんなことするんで、あの、もうあんまり見てないんですけど、当時はね、もう毎日見てたんですよ。で、あのー、ウルルン滞在期ね、素人、まあ、要は僕たち、まあ、素人ですよね。テレビ見てる側がね。で、その素人に、あのー、ウルルン滞在期に出たいと。でね、応募に当選して、もし当たってね、 あのー、2時3時って審査があるんですよ。やっぱりこう、ね、はい、えっ、ー、と、当たりましたっていう人でもね、まあ、ちょっとこれは失礼な言い方なんですけど、よくあるのがやっぱりね、あの、こう、変な人だったらダメで、もちろんね、あっちの人とこう、面接みたいなして、まあ話上ね、まあこの人はまあ大丈夫だろう、番組に出ても問題ないだろうっていうようなことを認定されたら出れるわけなんですけど、ほんでそれでね、僕はハガキを送ったわけなんですよ。 僕ね、ウールンタイだけいつか出たいな、いつか出たいな、でもそんな掃除に素人がね、出るようなことなんかないだろうと思ってたら、想像してたそういう企画がね、一回か二回あったんかな。でも僕が気づいたのに一回だけです。大昔ですよ。でね、ハガキ送ったら当たったんですよ。よっしゃーと思ってね、もうこれはね、もう人生最大のね、もうほんまにもう、 僕、何もね、自慢することないんですけど、もう、これはね、死ぬまでね、あの、もう、これはもう、自慢にしようと思ったんですよね。でそうしたら、まあ、あのー、二次面接、三次面接みたいなことがあるんですよ。ハガキが当たりました。はい、えっ、ー、と、会場行きます。ので、ね、会場に行って話し,しました。はい、外国に行きます。そういうわけじゃないんですよね。まあ、行く前にちょっとしたね、話し合いがあるんですよ。で、それのね、ハガキが来まして、ね、 僕ね、それも嬉しかったんですよ。うわあよかったなと思って。僕ね、どう言ったらいいんですかね、知恵熱っていうんですかね、あんまりこう、思い込みすぎるとこう、熱が出てしまうね。うん、精神的に。僕ね、あまりにも、この、うるうるん体だけ出たい出たいと思ってて、それが夢が叶ったからね、ものすごい精神的にね、嬉しいんですけど、なんかその、思い込みすぎて熱が出ちゃったんですよ。うん、本当にね。まあ、ひょっとしたらその熱が出た理由は、 勝手な僕のね、ちょっとした想像が今入ってるんですけど、まあ、要はね、多分そういうことをやったと思うんですよ。でもね、熱が41度になったんですよ。でもそれでもね、僕当時、いや、行く行く、行く行くって言ったんですけどね、ほら、親がね、あかんもうやめときなさいってっまあ、まあ当然ですわね。まあ、でもね、もう本当に行きたかったんですよ。でもね、もう、もうあまりにも親が薄かったしね、まあどっちにしろね、親が言わなくてもね、もうやばいなとは思ってたんですよ。でもね、うん もう本当にこれしかなかったんですよ、僕にはもう。だから行きたかったんですけどね、もう、僕ね、感情が欠落してるんですよ。泣くことがあんまないんですよね。あの、ゴーンと足打ったりとか、そういうのは泣きますよ。でなくて、こう、感情的。だから、こう、映画を見てとか、なんかこう、あるじゃないですか。普通みんながね、うわこのシーン、ええー、わーっていうのあるじゃないですか。僕ね、一回もないんですよ。ね、ちょっと、欠落してるって言ったらいいかな。うん。で、やのにね、 その、もう今回これ行けなかったことはね、僕大泣きしたんですよ。もう部屋の中でね。あの、この熱が41度出ながらね。はあ、はあ、もう今日、行ったらな、もうこれはな、もう、ああ、はあ、みたいなことをずっとブツブツ言いながら、まあ、あの、まあ、時が過ぎました。でね、そのハガキが当たりました。会場に行きました。すぐじゃないんですよ。もちろんこの面接、一時面接、二時面接、いろんなのがあって、ほんで、外国に行きます。やっぱね、ハガキの、 あのその家に来てから、それから半年後ぐらいなんですよね。うん。で、僕もね、毎日見てたんで、その当時はね。ほんで、ちょっと忘れてたんですよ。いろんなことがあってね。あので、パッと見たときに、あ、このね、そのウール,ルン滞在期の題名のときに、わ、これそういや、そや、これ俺、僕がね、あのハガキで当たった時のこの内容や思って、うわーと思って見てたんですよ。男の人がいてたんですよね。確か、あの、素人の人がね。 うん。で、わぁ、これほんま僕が言ってたのになぁと思いながらね。ま、その時も泣かなかったんですよね。うん。まあ、まあいいやと思いながらやっぱね、見てたんですよ。ほんで、やっぱ同じこと言ってるんですよ。 その人もね、僕もね、もうちっちゃい頃からもうこのウルルン滞在期を見てて、その出てる男の人がね、もうね、もう見出るのが出るのが本当に夢でね、ほんね、僕と一緒です。あの、あまりにもね、あの、出るっていうことに、出演することに、あの、思いが込めすぎて熱が出たんですよ。でも、その人は、あの、その、面接の時に対する熱じゃなくて、その後ね、後行って、面接が終わってから、よっしゃ、出れるんだ、よっしゃ、出れるんだっていうね、 思いがあって、熱がやっぱ41度出たんだらしい。あ、じゃあその人はね、熱41度かどうかわかんないですけ、ね、ど、まあ熱が、大熱が出たと。まあ熱が引いて半年後に行ったと。ほんでね、その話もね、その動画の、ね、中で言ってるんですよ。こう、まあ島がここら辺にあります。ほんでね、あのー、こう、よくあるシーンがその、 島、島から島にね、こう移動するときにこの船みたいなピャーっと乗ってスタッフとね、ほんで向かうって、その船の中でそのエピソードをちょっと言うんですよね、本人の。ほんなら、うわあ、俺がこれ言いたかったな俺が行きたかったなと思ったんですよ。ね。まあ、まあいいや、まあもう見ようと思いながら見てたんですよね。ほんならもうその人ね、ものすぐこう このスタートのこの島からこっちのね、もあのこのゴールのこの島行くまではものすごいね、いろんなこと語ってるわけなんですよ。でね、顔も生き生きしてたんですよ。でね、ここに着きました。で、なんかちょっとね、間がある編集があったんですよ。なんかパッと見たらね。あれなんか、なんか急にシーンが変わったなと思ったらね。 その出てる人がえらい顔色変わってるんですよ。顔見たら。あれなんかこの人顔色違うなと思って。まあまあまあなんかあったのかなと思いながらね。まあひょっとしたらなんかこう注意されたりしたのかなとかそんな想像してたんですよ。ほんならね、あの最初ね、このスタートの島からその豪雨の下島まで行くまで、その民族のとこまでね。ほんなら、えらい語ってたくせにね、豪雨のここの島に着きました。ほんでこの島からここら辺にね、 あの、ある、その民族までこう歩いていかないとダメなんですよ。で、その歩いてる時でもね、無口なんですよ。これ、なんかこの人あんまり喋ってないな。ほんで、スタッフだけが喋ったりとか、まあ、なんかね、あの、こう、ナレーターみたいなんだけが喋ってる。黙ってね、道をね、ザッ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 ってこう、ちっちゃい石を歩,あの歩くような感じで、で、スタッフもなんか途中で言ってるんですよね。あの、なんかこう、喋ってくださいみたいなこと言ってるんですけど、なんか無口なんですよ。なんでかなと思って。 これ腹立ったんですよね、僕。こいつ、お前、ほんま俺が行けてたのに、ほんで、僕が言ったらね、もっと喋るで、もっといい、僕語るでって思いながらね、僕そっから腹立ったんですよね。の、その、僕がイけてたのに、その男に対してね。まあ、ちょっと嫉妬ですわね。で、あの、その男の人が、まあ、えー、このね、豪雨のこの島の中の、あの、こっからね、ここの民族のところにこう、 つきました。ずっと無口やったんですよ。ね。で、つきました。でね。またさ、なお、ついたときに、もっと顔色が悪いんですよ。テレビに映ってるときにね。なんだろう外国に行ったらよくね、あの、体調悪く崩す人がいるから、そういうんかなと思ったら、はぁ、ってあの、たみきついてるんですよ。あれと思って、なんか様子がおかしいんですよね。番組見てたらね。ほんなら。 あの、ナレーターがね、そっからなんか語り出すんですよ。はい、この民族は、みたいな感じでね、ほんで言いました。ほんでまたそっから編集が入ってるんですよ。で、その無口な人がね、あの、まあ、このゴールのとこまで行って民族の人たちにね、金のとこ連れて行かれるんですよ。で、金のとこ連れていかれて、これは僕たちのね、ご馳走なんですよ、みたいなこと言ってるんですよね。え、ご馳走蜂蜜かなんかかなと思って僕じーっと見てたんですよ。ほんならね、 こんなでっかいカマキリみたいなの食べるんですよ、そこの民族で。えー、っと思ったんですよ。嘘ーんと思って、嘘ーんと思ったんですよ。ほんならその人ね、あ、わかったんですよ、僕。わ、それを食べら、食べさせられる、それを食べないとこの番組にならないっていうのをね、多分ね、この <laughs>、ここの時点ぐらいで言われてるわけなんですよ、その素人の男の人。ほんでそれをね、食べたくない、食べたくないって思いながらここに来てるわけなんですよ。多分ですよ。絶対そうなんですよ。ね。ほんで、ここの、 ゴールに来て民族の人がね。こうちょ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 って食べてるんですよね。あのそのカマキリをね。これはご馳走なんだ。なんかあっちの国の言葉で喋ってるんですよ。ほでその下にね。日本語が出てきて、これはご馳走なんだ。これは二度と食べれないんだ。1年に1回食べれるくらいなんででこれを食べるとね。まあなんかこう需要競争みたいなのがあって。まあ要は病気になりにくいとか。いろんない効能があるんだ。だから君も食べなさい。これはね。 本当にめったに捕まえれないんだ。君が来るからね。まあちょっと捕まえてなんかに入れといて置いてたんだよ。ほら、美味しいんだよって言ったらもうその人ね、泣いてるんですよ。もうね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ違うんですよ。あれってね。こいつ捕まえやがってこの民族のボケが出たふ思ってるんでしょうね。<laughs> そうやけどね、約束なんですよ。確かそれ番組に出るね。うん、拒否できないですよね。<laughs> ほんで食べてました。あの、まあ、その回全部食べてないんですよ。まあ、その背中の部分とかね。はーっと思ったんですよ。行かなくてよかった。ね。まあ、当時は僕はね、行けなくなってね、あのー、なんていうんですかね、まあ、題名はウルルン滞在期なんですけどね、僕が行けなかった時は部屋の中でね、涙がウルルン滞在期やったんですけど、見た瞬間にね、あのー、行かなくてよかったんですよ。 ああ、いかんでよかった。で、その人はね、芸能人にもならず、それ一回きりだったんですよね。で、他の人はね、なんかその、何人か出たんですよ。4回か5回ぐらいね。全員バラバラの知らない素人ですよ。ほんで、その中の、一人か二人はね、ちょっとだけね、あの、そっから素人から、まあ、よかったらね、まあ、こう、芸能活動しないっていうようなやつで、なんかね、ちょこっとだけ違うのにも出てたんですよ。でも、やっぱりね、やっぱ素人からスタートなんで、もうそんなにね、 あの、続かなかったんです。やっぱ他の人もそこで終わってましたね。行かなくてよかったです。はい、こんな話やったんですけどね。まあ、皆さんもね、あの、外国ね、行くね、番組があったらね、気をつけてください。考えてから行った方がいいですよ。あの、考えてからね、応募した方がいいですよ。まあ、虫を食べれる勇気があるならばね、いいと思うんですけど、僕はね、おそらく <laughs>、その場でね、逃げ出してたと思います。 はいこんな感じの話なんですけどね僕の内容がいいと思ってくださる方ぜひチャンネル登録とコメントの方よろしくお願いいたします